皆さんこんにちは。今回は角換わりの将棋を実況していきたいと思います。まあ、こんな感じで角換わりのこれは出だしですね。飛車先の歩を突いて、まあ、相手の方角交換してきたら同銀で。で、まあ、この後、まあ、どうするかは、まあ、相手の方の駒組み次第なんですけど、まあ、こう、右四間飛車を狙ったりっていうのもあるんですけど、まあ、基本的に後手番の時は、まあ、腰掛け銀にとりあえずすることが自分は多いですね。まあ、後手番でも、こう、早繰り銀とか、こう、攻めの戦法を使うこともあるんですけど、まあ、後手番は基本的にやっぱりこう、一手遅れてるので、攻めっていうよりか、こう、腰掛け銀でこう、バランスをとって刺すっていう方が自分は多いですね。で、相手の方、早繰り銀というか、まあ、棒銀みたいな感じでしたね。これはどうしようかな。まあ、一応、ここに位を取って、ここに角を打つ筋を見せていきたいと思います。まあ、よくある、こう、腰掛け銀の刺し方で、ここに角を打つことで、こう、相手陣を牽制できるっていう刺し方になります。まあ、相手の方としては、この歩を突いたのは、そういう、まあ、これ端を受けるとちょっと端攻めされやすいんで、受けないでいきます。まあ、この歩は、こう、後で角を打った時に、こう、飛車取りにならないようにしてる意味があるんですけど、それでも、ちょっと打っていきたいなと、思います。金には歩を突く手もあるけどなぁ。どうしようかな。歩ついて飛車回られてちょっと微妙かな。歩同金。歩ついて飛車回って歩同金。歩打っても同金。まあでもそういうのもありそうやけど、どうなんやろ。行ってみるか。次、桂馬跳ねられちゃうと、歩には同歩でこう、飛車の利きがと、こう、角の利きが止まっちゃうので、できなかったので、あと、今ついて、で、角には一回取って、同金かな。同角は銀をまっすぐ出る手がありそうなので、そうですね、同金なんですけど、まあ、一回玉引くか。ちょっと玉が、こう今6筋で戦い起こってるんで、玉が6筋にいるのは、ちょっと危ないので、一回引いておいて、まあ、この、金と角が、ちょっと負担になるように刺していきたい。そこつくんや。そこついて、なんか角頭なんで危なそうなんですけど、大丈夫っていう判断ですね。だ同歩は同銀で、ちょっとこう、銀が前に出てこられて嫌な気もするので、まあ、こんな感じで手厚く刺していきます。この金がちょっとこう、戦いに参加できてなかったんですけど、これで参加できるようになったので、まあ、金寄って、歩には金ぶつけようかな。5五金。放っておくと次6五歩とこちらから位を取る手があるので、まあそうなれば、まあまずまずなんじゃないかなと思ったりするんですけど、なんで相手の方は6五歩と打ってくる手が予想されるんですけど、そうですね。5五金、同金、同銀はここに金を打って角を詰ます手がある。ただそこで歩を打つ手があって、いい勝負か。まあでもそれ角引かれてどうかかな。あとは、5五金、同金、同角もあるんですけど、同角、同銀で角交換すると、ここに角を打って攻めてくるのが、角換わりの常套手段で、まあ、それでどうかですね。でもそれちょっと攻められるから嫌かな。5五金、同金、同銀に金打ってきて、角詰まされて、歩を打って角をいじめて角を逃げる。まあそういう展開が嫌ならここで金を引けばいいんですけど、まあ引くのもちょっと面白くないっていう意味もあるので、どうかな。金引いて、無難に刺しとく方がいいのかな。同金、同金は同銀だと角取られちゃうんで、同金はちょっと嫌ですね。同金、同金で角交換すると同桂で、ここにこう効いてくるので、ちょっと、刺しにくそう。5五金でなんとかしたいけど、5五金、同金、同銀、金。でもなんとかならんもんは、なんとかならんか。どうなんやろ。ただ、まあ、出てみるか、5五金で、まあ、同金、これ放っておくと金ここを取れるんで、同金だと思うんですけど、同銀で、5五金、同銀、で、金打って角を詰ましてきて、7四歩、角引く。で、まあ、ここでの金を角で取って、同歩に銀を出て、相手陣にプレッシャーを与えるような感じで、どうか。
まあ、角銀交換の駒損なんですけど、まあ、こちらの方がこう玉が安定してますし、まあ、相手の方の角がここら辺にこう行くことが予想されるんですけど、その角が遊び駒になってるんで、まあ、駒損でも十分その他とのバランスで、まあ、形勢自体はまあいい勝負じゃないかなっていう狙いですね。まあ、ここは同金ぐらいしかないと思うけどな。まあ、飛車回りとかもあるけど、ちょっとやりにくいんじゃないかな。金取ってどんどんこっちの手番で攻めていけるので、ちょっと相手の方としてはそれはやりにくいと思うんですけど。なんで多分同金の後を考えているってことですね。同金に、まあ同角のパターンと同銀のパターンあって、まあそれぞれどうするか。まあでもここで同金って取ることを確定してるなら、同金って取って、こう、こっちが同銀と同角、どっちで取るかを見てから考えるっていう指し方もあるんですけどね。結構、それ、分かれますよね、なんか とりあえず、まあ、これ取るなら、もう取りそうなんで、こう、同金って取っておいて、相手が同銀か同角、どっちで取ってくるか見てから考えるっていうのと、いや、ここ同金以外にも、その、なんていうんですかね、他の手が可能性として考えられるから、ここで一旦止まって、別の手もないかちょっと考えられる余地を残しておこうっていう考え方と、まあ、二つあって、まあ、結構意見が分かれそうなところですね。まあ、どうせ取るならもうここを取っちゃえよっていう派と その、いや、ここまだ、その、取る手が本命だけど取らない手もありそうだから、いや、ここは考えるでしょっていう派と、まあ、難しいところですね。自分なら結構10秒ぐらいで取っちゃうかもしれない。取ってから、取って相手の同銀同角どっちかを見て考える派かもしれない。まあ、この局面だとですね。まあ、もちろん他の手が考えられそうな局面はそういうことし、あ、そこから打つ手があるのか。そこは見えてない。全然別の話してたんですけど、まあ、一回ここは打つかな。ここから金だと同角って取る手があったんですけど、ここから金だとそれがないので、ちょっと銀を出てしまうと角をタダで取られちゃうっていうところがありますね。だから金を打って角をいつでも取れるようにしておこう。一応これで角積んでるんですよね。なんかすごい、ビジュアルはすごい金なんですけど、これで一応積んでる。で、角を取り返せれば一応駒の損得がなくなるので、これの意外にいいんじゃないかな。いいというか、まあ、ちょっと有利ぐらいはあってもおかしくないかなと。っていうのもこれ、次、角取った後に同玉ってなるんですけど、そうなると、こう、相手の方、居玉になって、すごい玉が不安定な形になるので、それがこちらとしては大きいですよね。なんか、角取っても相手玉がすごい安定した形になってるのであれば、全然自信ないというか、まあ、いい勝負だと思うんですけど、次、角取った後、同玉の形が、相手の方あまり良くないので、で、なおかつ相手の方、歩切れなので、まあ、そういうところも、もろもろ考えると、まあ、そんなに悪くないんじゃないかっていう気がしますね。ただ、ここで手番なのは嫌なところ、相手の方の。まあ、ここの手番を生かして何かリードを奪うような手を指されると、悪くなってしまうので、まあ、そういう手があるかどうかですね。気になるのは、ここに角打つ手がちょっと気になりますね。銀取りで。意外に受けにくい。まあ、多分持ち駒の金を使うしかないんですけど、ちょっと金を使わされて、面白くない。ただまあ、ここに角を打ってしまうと、こちら金を打った後に、歩を突いて角を詰ましに行く手があるので、まあ相手の方としても打ちにくいかな。角打って、金打って受けた時に決め手がないと、ちょっと相手の方としても打ちにくいかなっていうところですね。まあ結構相手の方としては、次にこう角取って攻められる手が見えてるので、あまりゆっくりしてるとこっちからどんどん攻められてしまうので、こう何かしていかないといけない局面。まあ、いわゆる忙しい局面ってやつですね。何かしないと、まあ、こっちからどんどん攻めて悪くなってしまうので、こう何かしないといけないので忙しい局面なんですけど、これは、同歩だとちょっと角がこう香車取りになるので、同銀だと角が香車取りになるので、同歩で、まあ、角取ります。で、これ次、金打ちの詰めろなので、そうですね、取ってくると思うんですけど、これは飛車をいじめに行きたい。飛車をどういじめるか。角を打って、こう角成りと飛車取りを狙いたいんですけど、角は飛車1個浮かれると両方浮かってしまうので、ここはこっちかな。
ここから角を打って、飛車を縦に逃げれば一応香車取る手がありますし、横に逃げればここになる手があります。で、飛車をいじめてしまいさえすれば、こう棒銀の攻めもちょっとこう緩和されるので、これはまあまずまずリード奪えてると言ってもいいんじゃないかな。で、相手の方は飛車、これは金を打つか歩を成るか。歩を成るとでも金で角を詰まされるような手がちょっと気になるか。あ、でもそれ金打ちで王手飛車かければいいのか。歩を成って金で角が詰んでるんですけど、金を打って同飛車同と同玉に角で香車が取れる形になるので、まあ大丈夫ですね。このと金が動けば、こう金打たれて角詰むんですけど、と金が動けば助かる形だったので、で、相手の方は逃げてきて、これどうしようかな。金打てば確実に飛車が取れるんで、それかなっていう気もするんですけど、同飛車同馬で金とか埋められて、ちょっと変な気もする。できれば桂馬とかでこう、確実に攻めていきたいんですけど、飛車逃げられた時に決めきれるかどうかがちょっと怪しい。あんまり変な攻めするとこう、どんどん逃げられちゃうので、そういうことはしたくないんですけど、でもこれあれかな、金を打って同飛車同馬で金を埋めてきたら、もう同馬って金取ってしまって寄せに行けばいけるかな。ああ、だから早逃げ、なるほど。これはどうしよう。難しい。一回桂馬とかで銀を狙ってみたい気もするし、まあ、形勢はいいと思うんですけど、飛車取れたので、まあ、一回飛車王手で打つか。これなんか ラインとか大丈夫やな。打ってから確認。打ってから確認は皆さん真似しないでください。打ってからの確認は良くない。打つ前に確認。馬引きたいけど金打ちで、まあ、でも金とか打ってもらったら馬引いて固めればいいか。馬引いてちょっと相手玉に利かしていきます。金が入ればここに金を打って、同金同馬みたいな感じで寄せに行く手を見せてます。歩をついてプレッシャーをかけてきたんですけど、これはどうしよう。こちらの玉がまだ安全なので、この瞬間に攻めていければ勝てそうなんですけど、桂馬打ちは銀引きで寄せ切れるかどうか。同馬同金銀、玉逃げる、飛車成る。それって受けがなさそう。それは受けがなさそう。銀を狙うか。矢倉はやっぱこの金銀を、まあ、この金を狙うのが一番急所になることが多いんですけど、今ちょっとこっちの持ち駒だと、この金を狙う手が難しかったので、銀を狙っていきました。で、銀が引くのはちょっと同馬で相手の方危ないと見て、上だったんですけど、これは歩突きがあるかな。同歩なら同馬が、こう銀を動かしたことによって王手になるので、なるのでって言ったら、堂々と。まあでも確かに同馬も金とか打って粘ろうってことか。だから歩を垂らす方がいいかな。歩成りで。で、もし金打ちとかで受けてきたら、まあそこで馬で王手とかする手もありそうですね。で、こっちの玉は金打ちで迫られる手があるんですけど、金打たれても、金打たれて金取られても同飛車って取る手があるので、相当詰まない形ですね。なので結構その、自玉に余裕がある形なので、その余裕がある形を生かしていきたい。まあこれ、ここまで埋めてもらったら馬かな。ただこれ、そっか、玉逃げる手とかもあったかな。まあ。これはまあもうこの拠点を取って安全勝ちコースで行きますか。相手の方埋めてきたんですけど、まあ一回取るか、取って、同銀ですよね。同銀で、まあ馬でこう取ってこう利かしていく感じで、まあ次金打ちとか、まあどこかでも切ってしまって寄せに行くとかいう手を見せつつ、まあこちらの玉がかなり安全になったので、これはいい感じですね。角を打って、まあ、こちらの玉にプレッシャーをかけてきたんですけど、まあ、こちらもどう寄せに行くか。あと一押しがないと、ちょっとおかしなことになりかねないので、
まあでも飛車使っていこうかな。飛車を使っていくことによって、こう、下と上から両方からの攻めで、行く感じで。で、まあ飛車はここになっとくか。ここになっておくと、次金を打つ手があって、同銀、同歩成、同金、同竜、同金、同馬みたいな、ちょっと、こう、長いんですけど、竜がここに来たことで、ここの数が増えたので、そこの攻めていく手があるんですよね。これ銀取りなんですけど、銀を取られても別にいいので、金を張り付いて攻めていきます。むしろ馬とかで竜をいじめてくるんじゃないかな。まあ、ただ歩で竜の馬の利きを止めれば、竜取りは大丈夫なので、うん。馬で銀取られるんですけど、この金をこう金で取れば必死の形なので、うん。それは勝ち。同金は同歩成。これは次金を取る手からの詰めろですね。なので、同金、同馬、同金、同銀が考えられるんですけど、まあ、どちらでも同馬から寄せに行けば、そうですね、寄り形なので、投了となりましたね。感想戦していきます。というわけで、感想戦していきます。まあ、角換わりの将棋で相手の方が早繰り銀の将棋だったんですけども、まあ、ここに角を打つのが一つの急所のラインで、まあ、こう、これで、こう、相手の飛車を、の斜めを狙って、こう、相手の攻めを牽制していくっていう指し方ですね。で、金を上がってきて、これ、まあ、例えばここでこっちも駒組みする手はあるんですけど、歩をついたりして。そうすると、こう、桂馬を跳ねて、こう、飛車の小瓶、斜めが、こう、狙われにくい形を作られると、ちょっとこちらから、こう、相手の飛車を狙うことが難しくなるので、まあ、こう、善悪はともかく、こう、歩をつくならここしかないっていうところですね。相手の方は角を打って、歩を取って。これ同角だと、同角ではなくて銀を出る手があって、同角は同角なので逃げるんですけど、まあ歩を打って拠点を作って、こう、相手陣を抑え込む手があるので、まあ相手の方は同金できたっていうところですね。で、まあこちら、駒組みして、で、ついてきた手に金を活用していって、で、歩を打って、まあここ金を引く手と、本譜のぶつける手を、があったんですけど、まあちょっと勢いよくぶつけていきました。まあ、ちなみに同金は同金と取られて、これ同銀は角を、この角でこう、この角をタダで取られますし、こう取っても同桂で取った時に同桂と取り返されて、まあ今ちょっとやりとり激しかったんでこう分かりにくいんですけど、これは銀損してしまってるので、こちらが厳しい局面になります。なので、こちらにぶつけたところですね。で、同金、同銀で角を詰まされたんですけど、歩を打って、こちらも角を詰ましに行きます。で、取って取って、相手の方は銀を使って攻めてきたんですけど、角を打って。で、と金を作って、まあ、と金が結構大きそうなので、このあたりでちょっとさせるのかなと思いました。同角成で金を打って、飛車を詰まして、で、ここで金を打って受けるような手もあるんですけど、もう同馬と取ってしまって、同玉に飛車を打って、これ合駒が悪いんですよね。合駒が価値高い駒しかないので、まあ、なんかこう、金とか打つ手は考えられるんですけど、桂馬を打って攻めていく、いけば、寄り形ですし、まあ、飛車の王手に逃げる手もあるんですけども、まあ、これにはまあ、例えば飛車なりで王手して、まあ、やっぱりこう合駒を使うと、その合駒した駒を狙うっていう攻めがあるので、相手の方としては受けが、難しいですね。なので、早逃げだったんですけど、まあ、以下、飛車、まあ、こう、自陣の飛車も使いつつ、まあ、歩と馬も使いつつ、まあ、こんな感じで寄せに行って、まあ、最後は金打ちから寄せに行って、まあ、これで最後、同銀だと、同馬で、同金に同竜で、合駒しても一見竜の形なので、銀打ちで、どちらでも取れないので、逃げるしかないんですけど、竜で、金を取って攻めていけば詰みなので受けがない形ですね。まあ、というわけでちょっと駆け足ではあったんですけど、感想戦でした。3級から1級の方向けに、達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。